シーフードスープスパを作ります。にんにく1かけ、玉ねぎ 50g、 20回ほどブンブン引っ張ります。フライパンに有塩バターを入れ、ブンブンした具材シーフードミックス 150g を炒めます。トマト缶1/2缶、牛乳 50cc、 生クリーム 100cc、 水 100cc、 和風だし小さじ1/2、コンソメ顆粒大さじ1、5分ほど煮込みます。マヨネーズ 20g を入れ、混ぜて溶かします。茹でておいたスパゲッティを加え、混ぜ合わせたら完成です。